皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョワイルやっていきましょう。今日の動画ですね、木曜日ということで週刊アップデート情報を見ていきたいと思います。まずキャンペーンから見ていきましょう。まずはこちら、応援クラブピックアップキャンペーンのログインボーナスが始まりました。UC エレメントの追加コンテンツで応援クラブピックアップキャンペーンが始まったということで、こちらも始まっています。まあ、見ていくとピックアップトークンがもらえます。でこのピックアップトークンについては UC エレメントのこちらのページですね、こちらのページで使えますと。自分のね、好きなチームに投票して、投票するとストアトークンがもらえます。で勝った方にね、投票すると投票したやつが応援ボーナス分増えていくよといった感じになってます。でこのね、ストアトークン手に入れたら、ストアにある新しく追加されたこちらですね、 UCL23 ピックアップということで、こちらでね、ストアトークンと選手交換できます。まあ、そんなにね、いいパックはパッと見なかった気がする。まあ、なんでね、とりあえず一番高いやつ、回数限定でね、1回なんでこれどんどん引いていって、最後余ったやつではね、下のこの10個とかのやつ引けばいいのかなと思います。で続いてスプリングスペシャルログインボーナス、こちらも来てます。これもね、毎日ログインして、最終的には見ていくと、そんなにいいアイテムないな。まあ、もらえるものもらえる精神でこれも忘れてログインしましょう。あとはゲームテクターカップ優勝予想キャンペーンと、これは来週ですね、放送があって、いつも通りね、予想完了とかツイートでアイテムもらえるんで、これも必ずやるようにしましょう。続いてこれもね、生放送でお知らせがあったんですけど、ヒーローズイベントマッチの予選ランキング、こちら始まりますと。毎日2時間、22時24時であります。説明見ていくとこんな感じですね。今回のヒーローズイベントの選手使って大会をしていくと。でまずオンライン大会があって、それが4日間、木金土日の22時から24時、その上位10名が後にあるオフライン大会の決勝に招待されるといった感じになってますと。で見ていくと、今回もね、参加チケットもらって試合するといった感じになってます。商品も書いてありますね、こちら。まあ、これもね、皆さん頑張ってやってみてください。でチケットに関してはね、キャンペーンのこちらをしていただくと、イベントマッチについて行く前にこうやって、ね、受け取りページあるので、こちらから受け取りましょうと。20枚もらえます。キャンペーンは以上ですね。続いてサイベント見ていきましょう。今回追加あったのは1つですね、こちらの春の進化スペシャルと。これ見ていくとね、結構渋くて、まずはね、0FV でもらえるパックあるんで、これもらって、次から進化さん116122 2000FV、 高えもんな。もうで 1000FV、 800FV、 微妙な気するけどな。これ114選手 400FV、 微妙でさ、今までだと結構進化素材の他にもさ、保護素材もついてたんですけど、今回からね、全くついてないんで、ちょっとこれもね、渋いかなと個人的には思います。なんで自分はこれ買わないですね。まあね、 FV をやる方は全然買ってもいいのかなと思います。続いて TP イベント、こちらは追加はないですね。でアイテム受け取りで、まずメンテナンス協力のお礼、ルーレット記念更新プレゼント、あとは IF23 のいろいろプレゼント来てるんで、これもらいましょうと。じゃあこちらのアイテムね、一回受け取った後にルーレット更新入ったので、そちら見ていきたいと思います。さあアイテムは演出来るか、来ねえわ。はい、こんな感じですね。じゃあルーレット更新見ていきましょう。はい、今回はね、プラスの方に更新が入りました。見ていくと目玉商品がこちらですね。今回はね、パクチソンが当たります。で今回からね、確定じゃなくて、パクチソンの他にも OVR120 のワールドカップセレクテッド選手、あとはワールドカップレジェンドが当たったりします。確率はこんな感じですね。まずパクチソンが 30%、 あとムバッペが 17.5%、 マルティネスが 17.5%、 リバウド 17.5%、 フィリップ・ラーム 17.5% ということで、いやこれ渋すぎだろ。30回天井まで行ってさ、124進化、なんでこれ121確定しなかったんだろう。ちょっとこれ残念ですね。正直そこまでこれは引く価値ないと思います。じゃあ続いてスターの方見ていきたいと思います。スターに関してもね、そんなにパック追加なくて、見ていくと9800円で買えて、 9800FV と114122の進化素材2枚と、これ買いぐらいだったら、ね、普通に FV 買った方がいいと思います。全然得じゃない気がする。で次が IF23 と HR23 チャンスパックと、見ていくと選手とか、あとは素材も当たるといった感じになってますね。確率見るとこれも渋い気するけどな。素材に関しては下見ていくと、レジェンドは 1% か、いやこれも微妙だな。 300FV でしょ、そんなにいい気はしないね。で次がさっきのパックの11連ですね。
3000FV で1回分お得になってるといった感じになってますと、まあ、これも買わなくていいと思います。であとはね、前半にもお話ししたこの UCL23 のピックアップと、これもな、本当にそんなにいいバッグないからな、多分大体これ110に当たるし、うん、そんなにいいと思いません。溜まったトークンどんどん使っていきましょうといった感じですね。はい、ということで今回もアップデート情報をお話ししていったんですけど、やっぱ目玉はね、このオーセンティックチャレンジ、こちら頑張りましょうと。で今回ね、面白いのがまだね、搭載されてないこのルシオとかカルバリーニョ選手の能力見れます。結構ね、2人とも強かった、能力いい感じ。特にね、ルシオめっちゃ強いと思う。これスキルブースター鉄壁だし、能力こんな感じ、これめっちゃ強いね。多分ね、今後搭載されると思います。またね、今日これちょっとやってみて、まあ、人選なんかもね、お話しできればなと思います。今回ね、自分もトップ10入り狙ってるんで、ぜひ皆さんもね、一緒に頑張っていただければなと思います。それでは今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。